はい、まずスタートですねスタートは、えー、県政から始まりました、2番の木暮選手、そして1番の犬菱選手ですね、ここ、前に出たくないということですよね、えー、後ろの選手たちもね県政したんですけども、まあ、小川慎太郎選手とアイコンタクトで、ここは前から行くぞという感じですよね、小川慎太郎選手が、誘導員まで風を切りながら、犬菱選手を誘導員まで連れて行っています。 えー、そしてその後ろには木暮選手が位置取りしていますね、えー。木暮選手がいるということは9番の酒井選手が、えー、その後ろになると思います。えー、このレースなんですけどもやはりライン三者の犬渕選手が、えーまあ、有利な展開になってくるのかなとも思うんですけども、えー、そこの、ね、犬渕選手の主導権を、えー、どこのラインが取らせないで後方に置くかというところがまず大事なところだったんですけども やはりここは犬ノ口選手にかまされてしまって、ね、7番の小川慎太郎選手がそこをちょっと離れる形になってしまって追う形になってしまいましたのでその辺、少し小川慎太郎選手もそこで足を使った分援護ができなかったのかなという結果になりましたね前を取った犬ノ口選手中段前中段には酒井選手後ろ中段には山田久典選手最後方には伊野勇太選手ですね東北勢です。 このようなな列で集会が重なっていきます。まず後方から8番、6番ですよね、ここは福島勢が切りに行かなければいけませんね、崩しに行きましたね、そしてそれに合わせて山田選手がどこで切るかというところなんですけれども、やはりこの中で徹底選考不在なのでね、やはり先行するとなると、釜石選考。 酒井選手も釜石選考はしますのでねまあ山田選手もしますけどもまあ山田選手の場合は、えー 踏みながら番手を狙ったりもしますのでね、その辺の巧みなレースっていうのも考えられましたよね残り2週の赤板で東北勢が1回蹴りに行ったところを様子を見ながら1回ここで山田選手が前切るんですよねこの辺が非常にさすがだなと思いましたねここで1回酒井選手がついていって切れば犬淵選手の番手に入れたと思うんですけどねまあ、その辺が酒井選手が後手後手に回ってまくりを狙ってしまいがちなところのね えー、ちょっっとと良くなないところが出てしまったのかな前々の気持ちでいれば番手にはもうここは9番がはまってるわけで、えー、楽なレースができたんですけどね、まあ、ここで酒井選手がまくりに行くところで。えー 少し追いかけてね、足を使ってしまった小川選手がね、ここでブロックができたはずなんですけども、やっぱり追いかけた分、ブロックができませんでした、ここは犬ノ口選手がね、4コーナー、この踏み直し、ものすごい踏み直しですよね、えー、逃げ残って1着です、そして山田選手の後ろから神田選手が伸びてきて、やっぱり縦足のあるマーク屋ですからね、ここはよく伸びてきたなと思います。坂井選手もよく、えー そうとへばりついて頑張ったなと思います。え一番九番、五番,番です。犬渕選手、酒井選手、神田選手の、ゴール決着で、ええ、第四レースが終了いたしました。